そう長崎関係ないとこに行っちゃうんじゃないのって思ったってことだよね。思ったね。まあ基本打楽器関係してることばっかやってるよね。うん、メレンゲ、メレンゲ、まあ、打楽器、いやいやいや、メレンゲは打楽器だから。お前メレンゲばかりするんじゃねえぞお前、うん、メレンゲばかりしたらお前そっちでかんのあ、うるせえんだよ、カチャカチャ。ずっと心配だったよ。あ、そうなの。ずっと心配。何が何が YouTuber なんじゃねえかなっていう。それもあるし、うん、その YouTube をやったことによってなんかそれこそ自分の質を下げちゃうこともあるんじゃないかなって。あー、なんか威厳みたいなものとか。そう、もともとないけど威厳。でも、うん、平たい顔族です。まあね、平たい顔族全然掘り起こす違うから私そんな怖くないからだからね、別になんか私これちょっと言うの尺なんだけど、実際かなり実力というか演奏技術はね高くて。ありがとうございます。はぁ、むかつくそう、あって、でしかもね、そういうプロデュースする力も持ってるから、なんかそれもね、あ、むかつくだけどそういうのを、なんかそういうなんか音楽、なんていうんだろう、まあ王道って言ったらおかしいけど、王道のクラシックとかそっちの方面で使わずに、なんか全然なんかこうあんまり手を出さないジャンル、アイアンタメの方とかね、そうそっちの方に行ったから、これが果たしてどう いい方に転ぶのか悪い方に転ぶのかっていう不安もあった見てて。あ、それは嬉しいかな、やっぱ、うん、ね、なんか俺はこれが音楽ですみたいな、こう芸術が爆発だとかよりも、うん、なんか打楽器の、打楽器面白いって思ってくれて、打楽器始めてくれる人が増えたらいいなっていうのがやっぱすごかったから、うん、でも意外と、うん、YouTube 見た人から、うん、審査員の依頼来たりとかする。あ、だから分かんないよね、うん、いや俺もね、それは正直思ってたの、うん、そのコンクール関係とか、それこそ吹奏楽指導とか、うん、あの正直減ったりとか依頼来なくなったりするんじゃないかなと思ったんだけど、うん、それこそ出版依頼とかさ、うん、でも意外とね、 YouTube 見てますっていう方から、あの例えばその吹奏楽連盟でこうなんか理事をされてるような方とかから、うん、各地方のね、なんかいつも見てます、うん、でよかったらうちの地区来てくれませんかとか、うん、それこそ審査で来てくれませんかとか、あの吹奏楽指導この地区でやってくれませんかとか、まあ、そういう関係者の方からとかも連絡いただいたり、あとまあこの間出したけど、その河合からハンドクラップの曲集出すことだったりとか、まあ、他にもそういう依頼が YouTube 見た人から来るようになったのもあって、 YouTube すごいなって思いましたでも言ってたよね、 YouTube は結構自分の名刺代わりになってるっていう。あ、そうそう、それもだいぶ前に、うん、言ってたよね。そうだから、なんかこう初めてさ行く現場とかでも、うん、あ、僕こういう人ですっていうのがキャラクターも分かってくるじゃん、うん、だからなんかこう、まあ、いつも笑ってるとかさ楽しいとか、うん、あ、でもなんか前歯出てるとか、ね、前歯出てるからね、うん、でも意外とでもあの考えてあの、ね、曲作ってんだなとかさ、そういうことがさ分かるじゃないですか、うん、はい、そうだ ね、あとだから逆にめちゃめちゃ厳かな仕事とかは多分来ないよね、うん、あ、そうかもしれないね、あ、まあ、好きじゃないし、うん、厳かな仕事ってなんだっていう、なんか、うん、まあなんだろうな、厳かな仕事ないか、なんか厳かでもなんか分かるんだけどね、ドク、うんうん、ラシックだけのコンサートみたいなやつに誘われることはあんまないかな。で、俺あのもうオーケストラとか吹奏楽は後輩に回してますってもう宣言しちゃってるし、うん、まあ、だから逆にね、うん、そういう仕事はもうもともと YouTube やるあたりから受けないって決めてたから、うん、まだソロの仕事とかアンサンブルの仕事とか、いやでもね、クラシックの仕事も来るんだよね。うん、そうだね、やってるなと思う。うん、まあ私実際あの普段の仕事でクラシックやってる方が多いじゃん、ね、YouTube ではポップスとか多いけど、そうだよね、実際ちゃんと演奏やってますクラシックまあそれ知ってる人は知ってるし、まあ、同業者はよく知ってるし、そうだよね、ね、芸術鑑賞会でこう子供たちの前でクラシックやる仕事とか、あのフルートの人とかバイオリン人と一緒に打楽器とかマリンバーとかあるじゃん、そういうのが、まあ、ちゃんと仕事として残ってるのはありがたいなって思う、うん、YouTube やっててもそういう仕事は全然いただけるんだなと思ったし、うん、YouTube でどんだけふざけてても、うん、だから私は最初ユートが YouTube やりだしてってなって、その後なんかペディアがねやるって言い出して、うん、やったペディアで YouTube 撮影するでしょ。そうで自分も顔出しするわけじゃない、うん、結構怖かった。
あーでもそれみんな言ってたよね、うん、その YouTube のチャンネルに自分が映るっていうことに最初結構抵抗感あってさ、うん、あのそれこそ女性陣なんかのお化粧どうしたらいいのかとかさ、いや本当何服装どうしたらいいのかとか結構さ、うん、あの俺に対してピリピリしてたよね、してた、すごいしてためちゃくちゃしてたよピリピリ、そうしかも無茶振りするし、うん、なんだあいつと思ってでももう慣れたじゃん、もう慣れた、ね、すごい楽しそうにやってくれるみんな、もうだってね変顔も探してるしね、確かに写真探してるし何にも怖いもんないよ、そうそう、ペディアでさ、うん、じゃあペディアの紹介動画出そうって言って、あの打楽器しりとりやりますイエーイとかさ、あれすっげー緊張してるねみんなね、緊張してた、あの時の動画見るとみんな硬いんだよねやっぱりね、ちゃんとなく俺頑張っていじってたもん、みんなの顔が硬くならないよ、だから一人だけなんか陽気なおじさんみんななんか硬いのに一人だけなんか楽しそう、確かに確かに、だから余計俺が楽しそうに映るんじゃない、そうかもしれない撮ってること忘れることは多いかも、あ前は撮影してる時にカメラがこうセットされてて、うん、撮影してるなんかもみたいな、どう表情とかもその手振り身振りとかもどうしていいか分かんないとかあったけど、最近はさ、はい撮りますピーってなった瞬間からもう撮ってること結構忘れてる、それ多分さ、その編集でちゃんと、うん、あのいい部分使ってくれるって分かってるのはでかいんじゃない、あそれもあるかも、経験して今まで撮影してさ、こう明らかになんかオフでーすみたいになってるとかもそんなないけど、それとか使わないじゃんもちろん、それを完成した動画を今までいくつかもう見てるから、うん、分かってるから安心してんじゃない、それもある、佐々木さんに対する絶大な信頼とそうそうそう、あとこれもね、ナナミがね編集してくれてるからね、うん、あとはさっきも言ったけど、もう自分の本来見せたくない部分も出しちゃってるから、うん、もうなんかなんだろう、変え、なんて言えばいいの、諦め、あもう出してもいいやって、あもう知ってるよねあのそれみんなもあるかももう私こういう人ですみたいな、うん、ハッチもなんか最近頑張って大きい声出そうって思ってない気がする、わかる、うん、あの一応佐々木さんに送る前にさ、あのちゃんと見て、でここカットしてここだけじゃ使ってもらおうかなとかねやるんだけど、あの音声ハッチの音声だけ聞き取るんだけど、うんうんうん、音量マックスにしてもハッチの声だけ埋もれてるぞ聞こえねえぞってなってるでもう気にしないよねもうそこは拾ってくださいっていうね、うん、そうだね、まあ、じゃあ YouTube 始める前はヒヤヒヤしたし、始めてからもなんか、ずっと心配、なんかやってるな、心配だなと思ったけど、最近は自分も慣れてきたということで、っていうのと私はね、もうこの人心配してたらね嫁やれねえって正直な話で、多分もう YouTube、 今は YouTube だったけど、うん、これから先いろんなこうね、こういう技術が増えて YouTube 以外で多分そういうさ何かが出てきたとするじゃん、うん、もう絶対楽しいって食いつくでしょ、新しい、まあ、楽しかったらね、やってみて楽しかったらね、うんうん、だからそうなるともうつどつど毎回私は心配なんですよ、これで本当にやっていけるのかなって、だけどもうね心配してもしょうがないし、もうなんか始めたらちゃんと無責任なことしないでちゃんと最後までやりきるから、もうねついていくよ、うん、ありがとうあそうだね、だからオンラインコミュニティーボールもね始めてね、また何かやってると思ったもん、また何か始めた、毎晩ラジオ配信してねなんか喋ってるよ、いや楽しいのよ、楽しいんです、わかる、はい、面白いんです、音楽のことを調べて、西洋音楽史とかね、トルフェジとか音楽教室とかも調べて、それを皆さんの前でラジオで発表するとか、うん、みんなでね、アマチュアの皆さんとか、うん、セミプロの皆さんとかいるリモートアンサンブルをこう仕上げていくっていうのが楽しいんです、大丈夫え、オンラインコミュニティーホール、ぜひ皆さん仙台概要欄貼っておきます、まあでもいいことだと思うようん、いや本当楽しいもんね、それは楽しいがね、本当に今後も、うん、YouTube はね楽しくやり続けると思うんだけどね、今が登録者数18万人なので、今後も19万人とそれから20万人目指して楽しく頑張っていきたいと思います、はい、ついてきてください、はい、楽しくついていきますよ、頑張ってください、はい、頑張ってください、ちょっと違う君が頑張って、長きの演奏家の島崎ゆうとと島崎ゆきでした、さよなら、さよなら、今後もよろしくお願いします、お願いします。